お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、ゴブドリがね、今めちゃくちゃ流行ってるというか、もうゴブドリが入ってないデッキはないんですよ。ホグ、ラバ、ジェイ、ゴレ、まあ、LJ とか、まあ、メガナイトとかスケラとか、まあ、全てのデッキ全てにゴブリンドリルが入ってるというわけで、今ゴブドリ入りで何が強いのっていうところで、一番強いゴブドリデッキ、こちらねやっていきたいなと思います。まあ、神技デッキと言いますか、陸でね、めちゃくちゃ攻めるデッキで、前まで施設が入ってなかったんですけど、まあ、ゴブドリがね入ったことによって防衛でね、ゴレとかエリジャイとかを防衛しやすくなりましたし、まあ、ゴブドリいれば最後ね削りも優秀ですよというね。マジゴブドリ使ってない方は自分のデッキのなんかね1枚ゴブドリにしてみてください。一気に勝率下がると思います。でゴブドリのメタカードがですね、まあ、結構ダークプリンス、まあ、あとはバルキリーとかゴーストとか、まあ、範囲系のちょっと硬い系がね、まあメタになるんですが、今回ダークプリンスが入ってます。だからダークプリーとかも使用率結構上がった気がしますね。バルキリーとか その辺がないとそれだけできついですね。まあ、他だとねボンバーであったりだとか、まあ、やっぱ範囲攻撃のねユニットが優秀になるのかなと思います。よろしく。まあ、なのでゴブドリプラスの、まあ、バルキリーだったりゴブドリプラスのダックプリとか、まあ、そういったデッキをねちょっと皆さんは積極的に使わないと、ゴブドリにボコボコにされるかもしれません。ウィザードとかも悪くはないんですけど、その結局ウィザードスペルでやられちゃうじゃないですか。ゴブドリプラスのファイヤーボールであったり、なんかゴブドリプラスのこうなんかスペル打たれてしまうと、やっぱこうねそれだけで大ダメージ受けてしまいますので、ゴブドリを受けれるユニスペルでは死なないね、それこそダックプリバルキリーあたりが強いんじゃないかなと思います。で今回の相手はリックブッパデッキ来ましたね。リックブッパデッキじゃない、ごめん、それ俺あ、ここ使う。ゴブドリなんかね、クロスボウの枠がゴブドリになってる、もうガチで、守るだけみたいな。守ってゴブドリ飛ばすだけデッキみたいなのがいるんですよ。だからそれだと思ったんですけど、今回は枯渇っぽいですね。枯渇の、あれか?ゴブリンバレルの枠がゴブドリになったのか。いや、枯渇かい!え?ちょっと待って、びっくりすぎる。普通に枯渇来たっすね。今回なんてゴブリンドリル知らねえのか。で、このアダムって人は、まあ、めっちゃ昔にいたプレイヤーと名前は一緒なんだけど、あ、今ダックプリがなんか ひねってた。足、くじけてましたね。うわ、これ、でかい。なんか、超昔にいたバカうまいね、世界一の枯渇界っていうプレイヤーがいたんですけど、アダムっていうね。うん、でも、同じなのかな。いや、違う気はするけどね。ほぼ知ってる人はいないと思う。めっちゃ昔、マジ3、4年ぐらい。本当に、4、5年ぐらい昔のプレイヤーでね、いたんですよね。まあ、多分違うと思うんですよ。なんかもう、見なくなったんでね、その人。その人に憧れて枯渇を使い始めた人とかなのかな。まあわかんないんですけど、さあ、というわけでね、気づけばゴブドリがバカダメージ与えてます。まあダークプリンスとかムートとか、意外とウッドをね、相手も使いたくなるカードなので、そこにウッド使ったらね、ゴブドリが止まんないよという感じでね。さあ、ロケー。まあ、ロッケ打たれたら打たれたでね、他のユニットが僕は後ろからこう出せますので、しっかりチャンス狙っていきましょう。で、ムートにダークプリンス、バルキリーか、バルキリーとかをちょっと使ってほしいですよね。そっちにバルキリー使ったら僕のドリルが刺さるんでね。っていう風なのができるとすごい理想なんですけど、相手のテスラがえぐいっすね。テスラの量がバカあるな。さあ、ここはずれてる。よいしょ。しっかりね、タイミング狙っていきたいですね、僕は。焦らず。で、こういう端前ムート、相手からしたらきついと思うんだけどな。テスラがね、うまいっすね、相手は。さあ、魔女で受けつつ、言うのが、走って、バルキリーを使う。で、バルキリー使ったら、ちょっと僕はチャンスでね、積極的にドリル飛ばしていきたいですね。さあ、ドリルゴー!で、これはしっかり守る。と、よいしょ。さあ、豚か?え、豚か?え、マザニク。いや、マザニクもね、下方なかったんでね、強すぎると。いうわけで、マジ、これが今一番強い。まあ、勝率が高いって表現をした方がね、わかりやすいかと思うんですけども、本当に、まあ、なんだろうね。守れるし攻めれるっていうのが強いのかな。ダークプリいるから、流行りのドリルにも戦えて、
まあ、あとはデッキの完成度、もともとムートユーノのこういう神器エリババが入ってたんですけど、もともとそのデッキ自体も強くて、まあ、ですが、今回ねゴブドリが入ったことによってよりね安定感が増したというかね、大型とかにもすごい戦いやすくなった気がします。で、あのドリルが出てあんまり気づかれてないというか触れられないですけど、ムートとかもね強化してるんでね、ムートとあとはなんだ、ムートだけか、ムート強化されてぶっ壊れマザネックは何も解放されなかったので、よいしょ、さあもうね強化されて最強、強化解放されなくて最強、そして新カードのぶっ壊れがね合わさったマジの環境デッキ生まれましたね。で、相手はウォールブレイカーゴブドリでしたね。なんでちょっと珍しい面白そうなデッキです。で、バルキリーあってなんだろうね、ロケットし、まあ、高回転コカッちゃんなのか、今相手あれ使ったっすもんね、あれですウッドです。だからドリルでいく。で、これ緊急度したいですね。さあ、で、まあ当たり前にやっぱバルキリーはね入ってますね。本当に今全てのデッキにダックプリーか、まあ、バルキリーが入ってますね。よいしょ。高回転デッキにはやっぱバルキリー、ナイトの枠はバルキリーだったり、まあバルキリーで、まあ重量級ですね、エレジャイとかジャイとかゴレとかには結構ダックプリがね入ってる印象がありますね。よいしょ。で、さあドリルで受けてきましたね。ドリルはまあ攻めでもめちゃくちゃ強いんですけど、防衛でも強いっていうのがね厄介なとこですよね、これ。さあ、でドリルを使ったから、まあまあまあ今ドリルが飛んでくることはないんですけど、ウォールブレイカーとかあるんでね、ちょっとだけ警戒しつつ、さあダックプリ咲く、よいしょ。で、相手はめっちゃ鉄壁なのかな、これなんかロケット砲士テスラとかで守るタイプなので、すげえ防衛硬いイメージがあるっすね。さあ、いやー、もうずっと守って守って守って最後にもうロケットとかでね勝とうぜっていうデッキの可能性もまあないことはないよねって。いやー、防衛硬えなこれ僕もちょっと攻めたいので左サイドにしますね。右サイドはカウンターが来ちゃうんですよね、攻めた時の。いや、うまいね。いや、今のウッドうまいけど、ウッド使ったことによってダメージ入るし、なかなかいい感じになってる。さあ、逆サイ警戒しつつね、ダックプリ裂いたらドリル怖いんですけど、まあ、一応さっき相手がドリル裂いてるタイミングだったので、テスラ、真っ赤くるっすね。うん。よいしょ。さあ、耐えてもらって。まあ、このユニットいるからタレパパなくてもいい気がするな。なんなら攻めでタレ使いたい。よしよしよし。さあ、これはチャンスじゃないですよ。これ両サイドいっぱいにいっていて、相手はね、上にもうバルキリーを裂きたいと。で、上にバルキリーを裂いたら、もうね、このドリルが止まんないよと。で、ウッドも使いました。で、これウォールブレーカー来てるんで、もう早めに出しちゃっていい気がするな。ナイス。うわ、ロケット押しがちょっと強い。けど、そこそこ。いや、結構入りましたよね。今ので、もう、なんだ ?7、800くらい削ってんのか。さあ、ドリルウォールブレイカー気をつけたいですね。多分、ドリルからの、そう、ウォールブレイカーが遅れて。来ない。いや、来んのかい。今、絶対来ると思ったんですけどね。さあ、一回後ろからでもいい気がしますね。ちょっとあの、テスラがね、僕厄介なんで、これでテスラ壊れる。いや、流れはめっちゃいいですね。相手スペルねえのかな、ロケットぐらいありそうだけどな。さあ、ちょっと防衛をね意識しつつ、さあ来ましたね。これ一発ぐらいちょっとシャアなしでね受けましょうか。入ってねえ、もしかして一発も。さあ、マザネク、マザネク、いや、マザネクもう一発欲しいな。ナイス、舞台になる。で、ここでバルキリを使うとこのダックプリの受けがきついよねと。いや、しかもエレキが頑張る。で、ドリルも相手は警戒しないといけないけど、このムートとかも警戒しないといけないんでね、もう陸行きがきつすぎてきつすぎて、さあ、ウッドをね、咲くものの全てが残ると。いや、これマジ、デッキパワーお化けですよ。だって単純にこのデッキに、じゃああなた勝ってください。今からこのデッキのメタデッキね、作る時間あげますので、勝ってくださいってなった時に、組めないんですよ。ゴレクロとかかな。いや、わかんないけど、なんかゴレクロぐらいがきつそうな気がするとか、なんだろうな。マジで、とっさにわかんないっすよね。今までやったらやっぱ施設がないから、よりエレジャイだったり、まあゴーレムだったりとか、まあだと思うんですけど、ね、本当に、対空も2枚あって、陸でめちゃくちゃ攻めれて、スケラとかにもマザニクもあって、施設もあって、いや、めちゃくちゃなんか安定感が出るんですよね。よいしょ。
まあ、陸が相手もめちゃくちゃ多いと、お互いね、削れなくて、めちゃくちゃ接戦でとかならあるかもしれないんですけどね。さあ、今回相手は、ドリル・バルキリーですね。ゴブドリ・バルキリーと。さあ、で、ボンバですね。ボンバはね、そこそこ嫌ですよね。このドリルからしたら。よいしょ、こんな感じでね、結構完封されてしまいます。よいしょ。まあ僕、2倍タイムに入れば、もう攻め5とかもね、積極的にやりながら狙えるかなと思います。で、インドラボンバーの、新鋭隊バルーンドリルっていう、なんかすごいバルーンデッキがね、なんかもう世界2位か3位ぐらいに行ってたんですよ。だから、まあそれの可能性はあるよねっていう気がしますね、今回。さあ、多分それなんだよな。よいしょ。やべえ、これ。俺のマザネがただただ行かれちゃった。で、バルキリーですね。多分、親衛隊入ってないのかな？入ってる気はしてるんだけどな。もしかしたら親衛隊とかがいない普通のバルーンなのかなっていう気もしますね。で、ボンバー、雪玉でしたね。タルババウッド系は今んとこなさそうですけど、ボンバーいるので、まあなかなかドリルは飛ばせないよね。で、ボンバーいなくなったら、まあチャンスかなっていう感じでさ、ドリル行っちゃいましょう。これは耐えます。で、あのボンバー地味に厄介なので、もうムートいるんでこっちに使っちゃってもいいのかな、痛いかな、まあ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 。さあ、で、相手はバルキリーできてます。ボンバーとね、バルキリーみたいな感じで2枚ねドリルのメタがね入ってることも、まあ今後増えそうですよね。そう、2枚3枚あえても、まあ言っちゃえば腐らないですし、ボンバーなんてたかが2コースなんでね、まあ、入れられるとちょっと嫌ですよね、僕からしたら。で、一応今のところファイボが来てないんだよな。ファイボが来るのかな？いや、やっぱ来ないですね。今回相手はファイボとかがなくて、雪玉のバルーンなのか？あの子もちょっと厄介なんでファイボ打ったんですけど、打った方が良かったかもしれないですね、これ。うん。で、バルーン来てからの、って感じでね。もう防衛がめっちゃ大変ですよね、僕。よいしょ。さあ。で、壊れたら、まあ、ウッド打って。いや、ウッドいらんな。ムートいるね。ここ、バルーン一発受けるんですけど、2発受けると嫌だな、2発受けると嫌だなっていう思いもあって、いや、耐える、ナイス。で、逆サイドもちょっと攻めていきたいですね。あれ、さあ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 、頑張ってユニット頑張ってくれ、ナイス。いや、そこそこ頑張ってる。いや、ムート頑張ってる。エレキも頑張って、ファイボ圏内来た。いや、エレキがナイス。さあ、最後もドリルでね、ちょっと攻めちゃいましょうかっていうね。こう、なんかバルーン受けもね、気持ちきつそうだし、なんならね、僕のドリルはなかなか通んないよねっていう試合なんですけど、まあ、あの、ドリル強いとはいえ、別にドリルが通らなくても、他のね、あの、ムートだったり、ユーナだったり、ダックプリだったりが、こう、スタミナユニットになりますので、本当にドリルは余裕があればドリル飛ばして、ちょっと危ないなって思ったら防衛で使ってみたいな、別にそれ以外で戦えるのでね、まあ、それがね、このドリルの強さですよね。こう、場合に応じてね、攻めでも、守りでも使える。一生守りで使ってもいいですからね。一生守りで使って、あれ？なんか今余裕があるなって思った瞬間ね、もう攻めドリル。それでもワンパン。っていう感じが使える。そういうので強い。あー、で、ハイスピですね。ハイスピもドリルの爆破時に、というかドリルが壊れてゴブリン出たタイミングだったら、ね、結構アド取れる気がしますよね。ユニットからのハイスピとか。なくはなさそう。空振ったらやばいですけど。安定感はなさそうですよね。さあ、ザッピー、ホバーと来ると、親衛隊ローフグデッキ、ですね。あの、親衛隊ローフグにドリル入るのかって話ですよね、普通。で、親衛隊ローフグは、一応、施設の枠が、ゴブドリ？お、逆。逆なんだよな、それ。まあ、これはラッキーですね。相手多分、ゴブドリをゴブドリで拾おうとしたのかな。それ、あんま、なんか、いい気はしないですけどね。損しかしなさそうなんだけどな。まあ、でもラッキーですね、ただ。だから、ゴブ折りが多分、ドリルになってんのかな？一応、施設だったんで。さあ、いや、たまたまいい樽で、ね、ホバリングが逆サイのダックプリを溶かさない感じでしたね。さあ、で、これは、まあ、頑張ってくれそうですよね、ムートが。まあ、だから、火力ちょっと低めなね、ままで、攻めも意識しつつ、回収していきます。いや、ダックプリ増えたらね、ロイフグとかにもね、ちょっと強いですよね。僕、ロイフグ使う側なんで、あんまダックプリとか増えるの嫌なんですよね。しかも、なんならバルキリーも増える。しかもドリルも増えたら防衛される。ロイフグ、さて、かわいそうな環境が来ましたね。さあ、まあ、親衛隊ロイフグですもんね。もう一生守っていいです。で、ロイフグ来たら、ダックプリで守れるし、ダックプリもしなくてもドリルでね、
守れる。いやこれえぐいっすよ、本当にえぐいっすよ。さあタルババとかも使いながら、まあ、確実に行くならファイアボール打っちゃってもいいっすよね。こんな感じで、さあもう気づけば勝手にカウンター、さあドリル飛ばします。で裏に飛ばさない方がいいです。裏に飛ばすとゴブリン生まれてなんか壊れた瞬間キングに行っちゃうんですよね。飛ばしちゃったんですけどね、なんで気をつけてください。うん、有能が有能すぎる。ランチっていやー、さあいや余裕すぎるっすね。これだってもう少しでなんならマルチ多分200位ぐらいとか入るんですよ。そこそこにマルチやりましたからね今期も。よいしょ。さあで結構ね回収されてやばいんじゃないっていう流れがねありますが、もう全然ですね、ファイボもある、ドリルもある、なんならムート壊れてからが強いので、こっからねすげえ活躍してくれます。うん、そんなだったな。あれだあれだ、ちょっと待って、えもしかしてロイホグの枠なくなったのかなとか思ったんですけど、ああいましたね。ロイホグ来ないからロイホグの枠がドリルになったのとか思ったんですけど、まあロイホグもいてドリルもいましたね。てかなんならロイホグいらない説もねちょっとありそうですよね。これなんかロイホグの枠マザネクとかにしてその方がなんなら強そうぐらい、本当にそれぐらいねドリルあればまあ攻めれるとまでいかない。まあドリル1枚で勝てるかって言われるとまあでも勝てるかドリルでも勝てないことが多分増えていくと思うんですよ。こう今やっぱ出た当初だからドリルへのメタカードとかもやっぱ少なくて、ドリル1枚でね本当に勝てることもまああるとは思うんですけど、やっぱだんだんねメタカードがやっぱちらほら増えてきますとドリルだけで削るはやっぱちょっときつくなってくるのでっていう印象はね持ってますよね。だからまあ普通に、まあ、ドリルプラスのこういう神器デッキだったり、まあ、バルーンドリルとか、まあ、もう一枚ね戦えるカードがある方が戦いやすい気はします。そんな気が、まあ、メガナイトドリルとかね、メガナイトドリル絶対強いんだよな今期、もう使いたくてしょうがない。さあムートに頑張ってもらいつつダックプリでね、ドリル好きですね。いやこれだけで600、いや900ぐらいダメージ受けるのはえぐくないですか。でもしかしたらもうねなんか最近ほんとクロス、最初に動画の始めにも言ったかもしれないんですけど、クロスの枠がドリルなんですよね。もうえぐいな。でこのクロスドリル、その攻めきれないと思うじゃないですか、さっきのね僕の話からしたら。けどそのファイボとかなんかその他のなんて言うんですか、そうファイボ、これが厄介なんですよね。ファイボドリルによって結構ダメージ受けちゃうんですよね。ダックプリとかでまあ受けれればいいんですけど、まああとは僕の攻めが通らないんですね、クロスぐらいになってくると。まああとはこのロケットとかもありますね。ほんとドリルでまあ削りつつ最後削りきれないところをまあロケットで仕留めるよと、で端前アイス、端前ウッドでね削っていくよというね、もうガーンイモッチャンですね。これがねやばいですよ。マルチ上位並んでましたね、世界3位4位5位みんなこれみたいな感じのね、デッキでした。さあダックプリ結構温存しないとエグいかもしれないですね。でキング起動はそれ必要もねえのかなみたいな思いながらね、さあドリルで削っていく。テスラがね、テスラがマジで下方してくれれば嬉しいんだけどな。これ多分結構早い段階でドリルの下方修正は来ると思うんですよ。緊急じゃなきゃやばいよねっていう話なんですけど、ついででテスラも下方してくれなきゃやばいよねっていう話ですよね。さあ、まあ、バルキリーですね。ドリルメタでございます。お相手 U の抜けが苦しいと。さあ、ちょっとドリル警戒しながらダックプリ出したんですけど、出てこなかったっすよね。よいしょ。さあ、このね、ドリルが痛えんだ、マジで。結構痛えな。そんな痛いっけっていうぐらい痛いですね。で、これはもうね、両サイ攻めてあげます。まだバルキリーのね、どこに咲くかっていうところなんですよね。咲く場所がやっぱ、足りないっすよね。2枚バルキリーないと。さあ、で、相手ウッド落ちたいけど、ウッドのタイミングがね、ちょっと難しいんですよね。さあ、ファイブもね、使って、いや、流れはちょっと来てますね。流れはちょっと来てるものの、すぐ押されてんな。なんでだ？お、押しやがったな。よしよしよし、さあ、耐える。これはね、結構チャンスではあるんだよな。チャンスではあるものの、さあ、バルキリー真ん中とかか？いや、バルキリーをね、相手いろいろ使いたい。いや、ユーノが走る。バルキリー後ろに使った。あるあるある。あるある。テスラか？これテスラか？で、スケが来るな。絶対スケ。いや、舞台して。スケ置きたい。相手はスケ置きたいけど、いや、出したら舞台になると。
で、これもさすがにこっちでいいんじゃない？ムート壊れてからが強くなったナイスというね、めちゃくちゃ防衛硬いデッキにも戦えますね。ね、ウッドをいろんなところに避けたいですし、まあ、バルキリーもね、いっぱい避けたいというわけで、まあドリルだけといっても、ドリルと、まあファイボドリルとロケット奉仕とか、めちゃめちゃ防衛硬いならあんのかな。まあなんかロケット型の方がね、ちょっと使われてた気がしました。最後の方のやっぱロケット削りが強いのかなと思います。まあこのデッキマジ今一番強いので、ぜひ皆さんね、このドリル、使ってみてくださいということで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。